福田監督が明かした実はアスランとメイリンが同棲していた件に驚愕するみんなの反応集。ではどうぞ。福田監督、キャバリアーには居住スペースがありアスランとメイリンが同棲している。ただしかがりが監視中。お姉ちゃんどいてそいつだるまにできない。マジでアスランだけハーレムなんだな。アスメイお互いに恋愛感情向いてない。これをハーレムって言うなら純章もハーレムだろ。自分は他に彼氏の一人も作らず支えてくれるなら実質都合のいい女だろ。メイリンはちゃっかり彼氏作って結婚しそうなしたたかさあるから安心しろ。アグネスはアグネスで打算ありきとはいえ残業キラニア職作ってるから都合のいい女だと思うんすけど。メイリンってアスランのあれこれをラクスやかがりに報告してそうだもんな。アスランがアスランじゃなかったらアスランかわいそうって思う。だね、運命のかがりがメイリンに頼んだこと、まだ続いてたんだな。メイリンって夫婦公認の愛人みたいなもん。飼い主兼世話役では？おそらく職務の関係上必要だからなんだろうけど、かがり監視中は草。まあお互いどっちもその気ないだろうし大丈夫大丈夫。これを同棲というのはダブルベッドの気楽に失礼。やっぱり、なんだこいつ、みたいになるアスラン。面白い男を観察。元姫かがり、二人ともかがりの子飼いなの分かってるけど自分の方が多分お目付けと思ってるアスランとメイリンって感じなんだろうな。なんというか想像できるな。まあ、やろうと思えばいくらでもごまかせるからなメイリン。ルナマリアこれ知ってんのかな。アスランとメイリンはお互いに自分が飼い主でしっかりしないとなとか思っているぞ。トイレ掃除するアスランか。何もないって言われてるし映画見ても確定なのに発狂する理由あるか？まあ、有事の際はその方が動きやすいだろうな。でもなんでかな。アスランがおかんみたいに口うるさく世話焼いてそう。アスラン自らやましいことはないから監視してくれってかがりに言ってそう。なおかがりは多忙でそれどころじゃない。いやアスランとメイリンだぞ。二人だからとかじゃなくてこの二人は個々人で監視必要だろ。同居って言ってくれないかな。もしくはルームシェア。監督が言ったんだよ。冗談っぽく。同棲というか、同居？別れて住むと、緊急時に面倒だからそれなら一緒に住むか、みたいな。かがりはアスランとメイリンが変なことしないと確認できる。アスランとメイリンもかがりに余計な疑念を抱かれなくなる。ウィンウィンだな。メイリンってマジでこのまま他の相手も作らずアスランに尽くすのか。なんか男性目線すぎてきつい。いい人がいればしれっと彼氏作るでしょメイリンだし。ただ彼氏の基準がアスランになるだけで。恋愛して結婚だの同棲だのするのが女性の幸せって決めつけもそれはそれでどうなんとはなるよ。メイリンが楽しいならそれでいいわ。メイリンはアスランのことが好きで尽くしてる。って決めつけてることこそが男性目線の恋愛観の押し付けでは？仕事楽しいからアスランの相棒やってる可能性のが高いだろ。なら彼氏の一人も作ればいいけど一切せずにアスランに尽くしてるやん。これで恋愛興味ない設定ならともかく元は恋愛感情からアスランに尽くしてるのに、ラブコメで余ったヒロインですら将来的には別の男とくっつく中、メイリンだけなんかおかしくね？別にアスランを面倒くさいなって冷めてからはたった2年で仕事も忙しくて危険なんだししばらく嫌になるなんておかしくなくね？どこまで恋愛脳なんだよ。描写されてないだけで彼氏おるかもしれんぞ。言うてメイリンまだ17歳とかだし。同棲というか、キャバリアーアイフリットがそれくらいスペースあって、任務中は2人でいるって話やで。要は潜水艦の居住スペースに一緒にいるようなもん。それだと規模に差があるだけで任務中はミレニアムという一つ屋根の下で生活しているクルーたちと同じ環境に思えるな。同棲とか同居っていうと語弊を招くというか、監督がその言葉を使ったわけじゃなければ悪意を感じる言葉選びに感じる。
まあアスランとカガリに絶対的な信頼関係があって、アスランとメイリンの間に絶対何もないから成立しているだけで、一般的に見れば恋人持ちが遠距離恋愛中に他の異性と同居がよく思われないのは仕方ない。単に仕事の都合で同じ居住空間共有してるだけやん。メイリンは優先するのがアスランってのがな、彼氏作っても最優先はアスランじゃマジで都合良すぎるだろ。ここまでやるならいっそハーレムありの世界観のが良かったのでは。メイリンはアスランを最優先する。これどこ情報、まさか妄想じゃないよね。制作スタッフと話し合って決まってる設定なら全然いいけど、監督一人が考えたはその場のノリならもう黙っててほしい気もする。監督は軽い気持ちで言っただけかもしれないけど、それを公式扱いしたり無駄に深掘りする人たちもいるんだよな。小説版のコーヒー飲んでるシーンがその片鱗らしいから一応公式設定だろう。あくまでキャバリアの中で二人で仕事してるだけ。ルームシェアだこれ。リマスター時のドラマ CD からアスメイ付き合ってるのと周りから勘ぐられる関係なのは書かれてるし、いやアス派代表がいるし、とメイリンにその気がないのも明言されてるし、同性わらで何かが変わった感じはない。もはやケイマイ、家族みたいになって、メイリンは結婚相手できたらアスランは紹介しろ言うし、メイリンをよろしく頼んだ。とか第二のお父さんなってそう。年頃の男女が同じ職場ってだけで恋愛関係に違いないって風潮なのは失生率に問題あるコズミックイラだからなのかね。仕事が潜入捜査等だし、同性は仕事の都合上の観点からしてもあることだろうし、目くじら立てるほどでもないのでは。やましいようなことは一切ないのを確信できる同性なんて初めて見た。これってミレニアムでルナと神話同棲中みたいな話だろ。キャバリアって居住スペースあるの。確かに劇中で見られた描写だけでも結構な人数が乗れてたし、操縦席の後ろに扉っぽいものもあったから結構中広そうだったけど、思ってたよりすごい設備等か、ミニ戦艦みたいなもんなんだな。アークエンジェルのクルーを収容できるくらいには10人ほどは収容できるみたいだぞ。監督にエアフォースワンみたいなのって言われてたし、ワンルームぐらいの居住スペースはあるんじゃないかな。思った以上に機能的なのね。同性同居してても別にええやろ。アスランの好感度ティアワンがかがりなのは不動だし。あのアスランと同じスペースに住むことができるメイリンすげえ。あのアスランの恋人になれるかがりすげえ。単純なのでこう思いました。キャバリアでの話か。まあでもメイリンの安全考えたらアスランの近くにいた方がいい。少なくともあの世界のアンマル対象リストは入りはしてるだろメイリン。これ逆でかがりが別の男と同居したらアスランバチクソに切れそう。仕事の都合上こっちのがいいって言っても理解はしても納得しないだろうな。かがりから任されてるしメイリンへのかがりの好感度もクソ高いよね。かがり以外じゃがいもに見えるアスランすれが立ってたけど、アスランはマジでそれだから安心しろ。もう何のためらいもなく下着で部屋の中歩いてそう、まず助けた時もそうだったけど。よく見たら同性はキャバリアの生活スペースの説明の時に出てきたのか。そりゃ限られたスペースで長期で滞在するなら同棲するしかないだろうよ。かがり公認の愛人でも別にいいし、相棒同士で同居でもいい。おのおの好きに解釈すればよろし。個人的にアスランの子供だけ欲しがりそう。さすがに子供欲しがるは気持ち悪い。マジで都合がいい女じゃん。正直そういう感じならかがりの方が関係切ると思う。メイリンがいいって言ってもかがりはメイリンに悪いと思うだろうし、アスランがメイリンの方がいいって言うならわら顔でさよならするよ。メイリン、私にだって選ぶ権利があるんですけど、マサナオアスランさんはちょっとめんどくさいし。今回は以上になります。このチャンネルでは機動戦士ガンダムについてのみんなの反応を紹介しています。動画制作のモチベーションになりますので、動画が面白かったと思う人は高評価、チャンネル登録、コメントをお願いします。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。